じゃあ今日はね、はい、ちょっと続きやったんですよ。 ありましたか。帰り道ね、別ルートで帰ろうってなって、はい、そうですね、そうですね、金剛堂っていうのがあって、はい、まあそれはさておきなんですけど、さておきなんですね。ポッツさんから得た情報では、はい、なんか秀吉とかが陣張った時に、はいはいはい、寺の人を追い出して、あ、そうです、そうです、追い出して陣を張ったらしくて、はい、そうですね、書いてましたよ、はい、そすごいなって、はい、ちょちょお前ちょっとどいてどいて言って、そういうことですよね、神仏の罰が当たるぞみたいな言っても、はい、もういいかちょっとどいてって言ったら、そういうことでしょうね、陣張るからと、はいはいはい、出ていけとでしょ。だから信長はその神を恐れないとか言うけど、はい、あ、はいはい、大概みんな秀吉も、ね、特に恐れてなかったと。そうでしょうね、多分ね。でも曲がりとかじゃないんでしょ。はい、そうです、追い出したんですよ、追い出して字が張ってる、追い出したん、そうですよ、そうですよ、寺の人追い出されてるんですよ。はい、そうなんですよ。で要はここ寺でいっぱい僧侶おったから、はい、大きい寺やったから、はい、ちょうどええわと。どうそのまま使えるじゃないですか。そのまま兵士として使ったんですか。いや、ちなみに、あの、その間取りっていうか、そのいっぱい収容できるから。ああ、そういうこと、はい、じゃあその追い出された僧侶たちはどこ行ったんでしょうね。そ、僧兵ではなかったんですかね。いや、何や言って僧兵やったから結局負けて追い出されたんちゃう。まあそうか、まあ、分かりませんね。結局城取られたみたいな。はい、はい、そうでしょうね、きっとね。出ないと、そうですよ。だから武装してるからこそやりやすかったでしょうね。ああ、まあまあ確かに、ね、武装してへんかったら、はい、お願いの息を超えないんですけど、気引けますもんね。ね、弓を引いたもん、はい、日にはもう、ああ、はい、もう帰り討ちというか、まあ、そういうことでしょうね。大名分があるんで、ちょっとどいてどいてではないでしょうね。あ、まあまあ、どけえでしょうね、どっちかどかんかいわれぐらいじゃないですか。で、ね、まあ、そういう裏話があったっていうのと、はい、ありました。で、おそらくやけど、これが展望台、はい、展望台、展望台なんですけど、はい、見えないとほんまや、ほぼほぼ見えない展望台っていう、あの、めっちゃ背高くないと見えない、はい、ここ乗っていいんじゃないですか、ベンチじゃなくて。え、そういうこと、はい、じゃないとだって普通の目線では何も見えませんよ。ここにだってベンチあって、もこの看板をひたすら見るだけですもんね景色いいんだったら別やけどね、はい、看板を見る、どういう意味、白浜まで見える、あ、姫路の白浜っていう、あ、そうそうそう、そうですよね、そうですよね、きっとね、はい、あの、見てください、四国見えますよ、見て、なってるでしょう、はいはい、全然見えない全然見えない、木が邪魔でね、全然見えない、これほんまにちょっとほんまボツさんの言うこと信じて乗りますよ、はいはいはい、これは椅子ではないっていう説、はい、乗ったとて見えないですね乗ったとて、あ、でも明石海峡橋はちょっと見えますね。ああ、なんかあんまり展望良くないですね、これですね、はい、あのね、まあ、こういう要領、こういう観光地多いですよ。僕上級者じゃないですか、はい、結構こういう観光地多くて、はいはいはい、霧島神社やったか霧島神宮やったかな、はい、にもね、ちょっと中盤ぐらいにね、はい、こう展望台があるんですよ、はい、ほんで、はい、すごい煽る感じなんですよ、こうちょっとその霧島神宮から降りてくるでしょ、はい、参道降りてくるでしょ、はい、ほんなら、うわ、すごそうみたいな展望台があるんですよ。あ、なるほど、パッと見ね、はいはいはい、もうすごいどうやみたいな煽る感じの展望デッキがあって、はい、行くでしょう、はい、こんな感じで、あの、見えるのは見えるんですよ、ちゃんと。あ、なるほど、ね、木とかないんですけど、はいはい、パッて見るでしょう、はい、さほどでもない景色が広がってるっていう、なるほど、さほどでもない、その、はい、期待をはるかに下回る絶景やったっていう、なるほど、かわいそうな方ね、結構そういう展望台ってあって、まあ、実際そこデッキを作るまでわからないんでしょうね。あ、そうなんですか、景色絵から作るんじゃなくてと思うでしょ、はい、でも、はい、多分人ってそういうもんじゃないんですよ。あ、なるほど、この辺でデッキ作ってみえへんってなって作った結果そうでもなかったみたいな。展望台できる場所を探して、はい、建てたはいいけど、そうそう、だから結局できる場所を探しただけなんですよ。なるほど、で多分工務店の打ち合わせとか来るでしょ、はい、ほんならやっぱりね、どうしてもここじゃ機材の搬入がねとか、はい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 、ここちょっと傾斜になってるから、はい、施工費ちょっとタコつきますよみたいな言われて、はい、大きいのも建てられへんよと、だからもうほんならもうそこでいいですわ言って、はい、でもあの木とか切らんと景色見えないですよってなって、はい、もうそれしとって予算超えるから、はいはい、もうええわ言って、看板だけ置いとけと、とりあえず椅子だけ置いとったらええんちゃう、はい、言って、なるほどなるほど、なるほど、え、でも子供とか見れないですよって、はい、子供来おへんやろ言って、なるほどなるほど、そんなとこ来おへんやろ、確かに確かにそういうそういうのういう絶対大人の事情ってあるんですよ、言っても。なるほどね、まあ、こういうお寺とか言っても、まあ、ある意味、はい、ビジネスじゃない、あ、確かに確かに、言っても
言ってます。はい、そうですね、間違いないですね。そうでしょう、はい、だからいろいろあるんですよ。なるほど。じゃあこれ検証しましょう、はい、意外に展望台がっかりなとこ多い説っていうのを検証しに行きましょうか。全国の展望台回りましょうか、はい、僕だから旅の上級者なんで、はい、どうですかね、名だたるがっかりスポットっていうのは見てきたんで。あ、なるほど、確かに確かに、はい、はい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 、じゃあ、はい、帰りますか。はい、帰りましょうか。またね、ちょっと明日あるか分かんないですけど、はい、そうですね、そうですね、はい、じゃあ明日の動画もお楽しみに、はい、